スカニア製、トラックスカニア製、バス1901年製スカニア A1 スカニアは、スウェーデンの重工業会社。トラック、バス、産業用ディーゼルエンジンを主力商品とする。フォルクスワーゲングループの一員で、現在は、同グループの商用車部門を担うトレートンの子会社。大型トラックの分野では、ダイムラー、ボルボに次ぐ、世界第三位の生産台数を誇り、また、 生産車両の95%は輸出向け商品である点も大きな特徴である。同社で使われている王冠をかぶったグリフィンのエンブレムは創業地であるスウェーデン丸目の紋章に由来する。現在の本社はスウェーデンの北部セーデルテリエに所在する。日本では2002年に日野自動車と業務提携を結びトラクターを共同開発し日野スカニアとして販売していた。 これに加えて2007年4月からは韓国でスカニアの販売網を通じて日野の中型トラックが日野ブランドでの販売を開始。両社はアジア南米市場でも相互の販売網を活用すると発表していた。2011年7月に提携は解消され日野による日本国内でのスカニア車の販売は終了した。なお2018年には 日野とスカニアの親会社であるトレートンとの間で戦略的提携を結んでいる。2009年にスカニアは日本法人スカニアジャパン株式会社を設立し同社による輸入販売を開始。アフターサービスはスカニアジャパンの直営サービス拠点2カ所と協力会社を合わせた全国約30カ所のサービス拠点を有する。トラックのラインナップは 日本での販売当初はトラクターが中心であったが、2015年に GVW25 トンクラスのリジットトラックの販売を開始した。2017年の東京オートサロンでは、フォルクスワーゲンブースでスカニア R450 トップラインが展示された。また、同年の東京モーターショーに初出展し、2016年にヨーロッパで発表された。 新型 R シリーズと G シリーズのアジア初披露の場となった。2018年4月より日本での販売が始まった現行ラインナップでは平成28年排出ガス規制をクリアしたモデルが導入されており、パワーユニットには 12,742cc、直列6気筒エンジン DC13 型が中心で、リジットトラックには 9,291cc、 直列5気筒エンジン DC09 系をトラクターには 16,353ccV 型8気筒エンジン DC16 型をラインナップに揃える。2018年9月のリジットトラック発売に合わせ 6X2 の完成ウィングトラックの販売も開始しており、ウィングボディの偽装は日本トレックスが行う。特筆すべきモデルとしては二千十六年に梅高さんが ウベ高山専用道路用に18メートル以上のロードトレイン向けトラクターを導入しており、DC-16 型エンジンを搭載した R580 をベースにホイールベースを延長した専用モデルが投入された。また、2019年には、名古屋市消防局に、当社 P シリーズクルーキャブのシャーシに、マギルスが偽装したはしご車を納入、名古屋市中川消防署に配備されている。バスは、 過去大阪府の貸切バス事業者ジパング JJ が導入を試みるも初犯の事情で頓挫した。その後、新潟市のバスラピッドトランジット構想で導入される連接バスに DC09 型エンジンを搭載したスカニア製車足にオーストラリアのバス車体メーカーボルグレン製オプティマスのボディを偽装したモデルが導入され、2015年9月5日より新潟交通、 バンダイハシラインとして運行を開始した。ほぼ同型の車両が2016年8月8日より福岡市で西鉄バス、福岡 BRT として2018年3月には奈良県聖火町で奈良交通、イエローライナーカレンとしてそれぞれ運行を開始している。日本向けバスとして特筆されるのは2階建てバス、アストロメガの導入である。2014年には バババススとベルルギーーーーのバスボディメーカーバンホールによる日本向け2階建てバスの製造プロジェクトにシャーシエンジンメーカーとして参画。欧州向けに販売している TDX25 を日本向けにサイズダウンした DC13 型エンジン搭載の TDX24 の納入を2016年から開始した。日本製の2階建てバスであった三菱不装。 エアロキングが2010年に製造を終了して以降、日本で販売される唯一の2階建てバスとなっており、観光バスとしては、と、バス、東京や坂観光バス等に、高速路線バスとして、京成バスジャムジャムエクスプレス JR バス関東、西日本 JR バス、関東鉄道、岩手県北自動車をはじめとする各社に、納入されている。または、とバスでは年に、 北アイルランドのライトバスエクリプスジェミニさんのオープントップバスをスカニア製シャーシで導入している。東京都交通局は車内の通路後方にある段差を解消したボルグレン、スカニア製、フルフラットバスを日本で初めて2018年12月25日から営業運行を開始した。定員は74人、座席は24である。運行開始経路はトレーに系統。 2019年5月現在では29両までが、小滝橋、杉並、菅鴨、南千住の4営業所へ増備され、CH01 系統、上69系統、総63系統、渋66系統などに充当されている。なお、スカニアは、もともとバスに関しては、シャーシエンジンだけではなく、ボディも一貫生産しているが、日本向けには、バンホール、 また、ボルグレンによるボディを偽装したモデルのみを導入している。ありがとうございます。